よし、俺の名前は宮下だ。今日もリンゴルフの撮影をしに現場に直行している。今日のゴルフ場も天気が良くていい映像が撮れそうだ。安全運転で行くぜ。お、後ろからなんかサングラスの人がなんか近づいてきたような気がするぞ。めっちゃ近くないか。この人めっちゃ近づいてきた。何、抜くのか。抜かれた。なんだ、車止めやがった。あった。うわ、めっちゃ来た。あ、音聞こえる。うわー、わあ。ちょっとこの人怖いんですけど。これはちょっと頑張るしかないな。どうしたんですか。どうしたんですか。ちょっと開けなさいよ。ちょっとこら、ドラレコに撮ってあるんで。何撮ってんのよ。ちょっとこうスマホにちょっと動画が入ってるんで。撮るのやめなさいよ。あなたずるいじゃない、そんなことをするの。ドラレコが入ってるんで。ちょっとこれ今ガーミンさんの提供動画なんですよ。何ですかガーミンって。ゴルフ、ここゴルフ場じゃないですか。このゴルフ場の GPS で有名なガーミンのドライブレコーダーがなんと出たんですよ。おお、すごいじゃない。これの紹介させてほしい。紹介してよ。はい。ということで、じゅんちゃんです。はい、じゅんです。茶番ありがとうございました。大丈夫でしたか。さすがっすね、女優っすね。大したこと言って、ただバンバン叩いただけだから。ということで、はい、このガーミンのドラレコの紹介でちょっと煽り運転のシーンを再現させてもらったんですけれども、このドラレコのことを自慢させてほしい。お、聞きたいです。まずは、めっちゃ小さい、うん、あと取り付けも簡単なんですけど、ちょっと見に行きましょう。はい、前と後ろについてるんですよね。そう、てか気づかなかったでしょ。気づかないです。ここについて見えますかね。ここ反射しちゃうかな、うん、ちょっとここ開けてみましょうか。このくらいちっちゃい。おお、小さい。だいたいドラレコーサーなんかこの辺とかにつけたりとかするイメージも、まあここにつけてもいいんですけど、このくらいちっちゃいんでいろんなとこにつけられると。あと画角もすごく広いんで、まあどこでもいいですよっていうことと、はい、前の方もちっちゃいんです、はい、すごい小さいですね、うん、で画質も良いですし画角も広いですし、業界最小最小クラスらしい。てか、ね、前使ってたやつの半分くらいの小ささですよ、うん、そうですよね。ですよね、うん、でもう一つはなんだかんだ言ってさっきも見てもらったんですけど、はい、あれですよ、アプリで全部いろんなことができる。すごいです ね、 ね、やっぱすぐしかも見れてるから、うん、今これ誰が悪いのみたいな感じで見せられる、うんうん、そうで、まあ、保存されてる映像がこんな感じで3分単位とかで見れるっていうのと、このフロントと、うん、後ろとっていうのが切り替えもめちゃくちゃ簡単、うん、そうですね、うん、操作も簡単だ、すぐ見れますね。ほらこのシーンのほら同じ音声で前後ろの切り替えすらもできる、うんうん、これ音声も取れてるんですもんね。そうこれでかいですよ。そうですね、これと連動して、はい、あのカメラと連動してすぐに見れるんで、はい、めちゃくちゃ便利。もう一つポイントは夜間の映像が非常に綺麗っていうので、うん、これはあの従来製品と比べてになるんですけど、本当にもう鮮明になったっていうふうに聞いていて、はい、うんうん、前の車とか後ろの車のナンバーが見えないとか、あとは車の様子もちょっと見づらいとかっていうことはもうほぼなくなって、うん、すごい綺麗に見えてる。めっちゃ綺麗でしょこれ、はい、文字もしっかり見えるし、てか なんかちょっと雰囲気ある映像になってるよ、ね、なんか綺麗ですね、うん、うんうん、ただのなんかドライビング映像を見させられてるかのような綺麗さ、うんうんうん、まあ、簡単なんですよ、うんうん、取り付けも簡単だしアプリでもすぐ見れるし、うん、まあ、今ね結構本当に危ないから、うん、やっぱ取り付けなきゃって思ってる人も多いと思うんで、めっちゃ売れてるんですって、連日連夜
このね、なんていうの、煽り運転 の、うん、あのニュースが多かったりとか、うん、あとはやっぱり自分たちの方でもそういう記録残しておきたいっていうニーズが強くて、あの車屋さん、イエローハットとかオートバックスとかにこういったものを買いに行く人が多いと、うん、なんですけど、これ前後ついてるやつって結構高いですよね。やっぱ前だけじゃダメって言いますしね。前だけじゃダメ、ね、だけどちょっと高いから、うん、前だけのやつ買ってる人が多い。そうですよね。で後ろもついてるやつ買ってる人っていうのはあんまりいないんですけど、うん、これはおすすめなんですよ。なんでですか？値段安い。お、安いのは嬉しいですね。しかも機能がすごいいいし、ちゃんといい。だいたい前後ろついてるタイプが3万2、3000くらいですよね。アマゾンで見ても値下がりしないよね。なんですけど、これは2万ちょっと超えるくらいですよね、はい、おすごい、めっちゃすごいの。で機能マジで変わんないんですよ。前後ろついてるし、はい、映像鮮明だし、うん、GPS ついてるし、うんうん、あと言いたいの忘れてた、まあ、コスパがいいの話もあるんですけど、はい、その前にちょっともう1回だけ機能で、うんうん、ここ一緒に運転してくるときに、はい、あのいろんなアラートが鳴ったと思う。そうです ね、うん、すごかったですよ。なんか近づいてきた時の、前方に車が近づいた時のアラートであったりとか、車線がちょっとずれましたよってやつがあったりとか、あとまだ僕たち見てないけど、なんかオービスが近くにありますよっていうのも教えてくれるらしい。だいたいゴルファーって高速道路走ってる人が多いから、そういうのないとあのちょっと困るじゃないですか。気づいてたら速く走ってたとかよくないから、それを止めるためにもいいと思う。でこういう十分な機能がついていて、だいたい3万2、3000円くらいのものが、うん、2万ちょっと。2万ちょっと。あー安い、うん、すごい安い。すごい安いんですよ。普通に欲しい、うん、だいたいね、うん、ちゃんとしたの欲しいじゃないですか。ちゃんとしたの欲しいですね、はい、なんで、うん、これはいいです、うんうん、まあゴルフ行く人は、うん、まあゴルフ行く途中、行く時に、まあ、高速乗ったりとか、そうじゃなくてもドライブ好きな人とかなんか多い気がするんで、うんまあ、前だけじゃなくて後ろもついてる今回のガーミンさんのドラレコ、うん、すっごいおすすめだと思います、うん、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、見てください。もうこれエンディングなんであれですけど、はい、いやこれただの宣伝動画なんですけど、うん、いい宣伝だよね。そうですね、なんか普通にいい宣伝普通に欲しいやつを宣伝した、うんうん、そうですね、まあ、5万10万するこう高機能で高単価のとかじゃなくて、うん、なんかいいやつが安い、うんうん、もう本当それだけです。本当にそれだけ、はい、皆さん GPS でガーミンさん使ってると思うんで、うんまあ、安心だってことでぜひよろしくお願いします。ドラレコアンケート今多分ここの下に出ると思うんで、うん、抽選で1名様に、1名様わーい、じゅーちゃんもらっちゃダメですよ。あ応募していいですよ応募しよう、うん、ぜひ使ってみてください。いいですね、うん、あすごい抽選まであるんだ、プレゼントまで、うん、ある。皆さんプレゼントも応募お待ちしております。はい、お待ちしております。よろしくお願いします。バイバイ。あんたトロトロ歩いてんじゃないわよ。歩いてない。間違えた。こら。うわめっちゃ来た。あ音聞こえる。怖っ。